はい、たびたびすいませんです。今日2回目の動画なんですけども、しつこくてすいません。本日は平成30年2018年、9月の9日ですね。もう9日です。日曜日の夕方です。先ほどね、昼間アップロードしたんですけども、ちょっと夕方ね、今もう一回ちょっと空を見てみましたらですね、まあ結構すごいんですよね。煙たるの雲なければね、本当になんか秋のもう 秋の 夕暮れという感じでですね、とても気持ちのいい夕方のはずなんですが、まあ、ちょっと風が強いんですけどね、ご覧のようにですね、もう空一面ですね、もうこれでもかという感じで、もう全部これ煙たるの雲なんですよ。これ自然の雲じゃないんですよね。これ全部これ煙たるんですよ。これ、すごいです。まあ、このようにこうラインがね、バーッと見えてますけど、これ巻いたばっかりですけどね、非常に太いラインが今見えてますけどね、まあ、これも、まあ、ちょっと見れば全部煙たる、すごいですね、これ。ありゃーって感じですね。まあ、よくやってくださります。まあ、一応これはね、記録としてね、夕方こんな感じでしたよってことで記録として撮っておきたかったのでね、一応しつこいですけど、アップロードさせてもらいます。でね、もう話はします。ちょっとだけね。たまたまね、先日、おとといアップロードしました動画がですね、予想外にアクセス数が多いんですよ。何のタイトル、多分タイトルで釣られてるんでしょうね、皆さんね。要するに、なんだっけ、9.11 がね、もう開示されるかどうかということ、それともう一つはね、その人工地震、その要するにその今回の地震もね、人工地震じゃないかってことが、そのことをね、タイトルに出したんですよ。その2つのことね、またこれも人工地震じゃないかっていうことと、それからその 9.11 はもうすぐ開示されるんじゃないかっていう、その2つのことをね、まあ、タイトルで載せたんですよね。で、その多分そのタイトルにつられてね、アクセス数が異常に、まあ、私のいつも出してるケムテロールの動画にしてはね、異常に多かったんですよね。まあ、それはだからそういうことかなと思ってね、皆さん興味あるんだなと思ってね。で、特に人工地震ですね、人工地震の方に関してね、皆さん興味あるのも分かるんだけど、一つね、面白いことございましてね、まあ、いろんなコメントありますからね、そのポジティブなコメント、ネガティブなコメント、もちろんいろんなコメントをくださるんですけど、さもね一般の人のような感じで、人工地震なんて言ってるのはおかしいんじゃないですか、人工地震なんてのはそんなのはないんじゃないですかってことをね、まあ、そのような趣旨のことをね、コメントしてくださった方が一人おりましてですね、まあ、わかりません。本当に素直にね、本当に素直にそのように思ってらっしゃるビーストの方なのか、まあ、そういう方はね、ぜひいろんな人のいろんな動画、今いろんな情報出てますからね、それを見ていただければ、もう人工地震っていうのが当たり前に行われるってことはわかるんだけど、まあ、さもね、一般の人のような雰囲気で、でもこれはこういうのがね、こういうのが工作員のやり方なのかなってことをちょっと思ったんですよね。要するにその、今人工地震ってことは知られたくないんですよ。まあ、政府としてもね。なんとかして、その一般市民にね、一般の方々にね、その人工地震が当たり前に行われていて、今回の札幌の北海道の地震もね、その疑いが強いってことをね、政府も関与してるんじゃないかってことを疑われてるわけなので、それを躍起になってね、そのことをね、その広がらないようにね、一生懸命やってるんだって思うんですね。だからそういうことをね、そのようなコメントをくれたんじゃないかなと思うんで、まあ、一つ私も、まあ、そういうことがあるんだなってことが分かりましたのでね、面白いでしょ、そうやってね、いろんな人がいろんなコメントくださるのね、さも一般市民の方のような感じなんですけど、どうもね、変ですよね。これだけね、そのネットの上でですね、その人工地震のことがもうやり取りされていてね、もう結構もうその情報が飛び交ってる中でね、その時急にね、そんなことを考えるのはおかしいですっていうようなコメントくださるのはね、やっぱりこれはちょっと、かえって逆に怪しいなってことを思いましてね、まあ、でもそういうコメントもらうのもありがたいんでね、ハートマークをつけさせてもらいましたけどね、まあ、そういうことがあるんで、それだけです。はい、最後に空をもう一回ね、映していきますね。これがなければね、非常に美しい夕方のはずなんですけどね、もうご覧のように、まあ、すごいですね。日曜日の夕方、すごいです。以上です。